そうですね。さあ、本日は久々のね、実写動画みたいな、まあ、手元動画みたいなやつを出していきたいと思います。いつもはね、ゲームをやってるとは思うんだけど、前のね、実写動画っていうの、手元動画がね、すごい人気で、確かね、鶴を折った動画なんだけど、4000再生ぐらいね、いってた気がする。みんな鶴好きなの？もうみんな鶴好きってことでいい？これはもう、そういうことだよね。4000再生鶴でいくってなかなかないよね。しかも俺ってさ、ゲームチャンネルみたいな感じでやってるからさ、基本的には。そういう人がさ、こういう実写動画上げて、ね、鶴が伸びるってなかなかないと思うんだけど、みんな鶴ファンなの。そういうことにしとくよ、もう。ということで、今回、何するかっていうと、あるものを買いました。とりあえず、物から見せようかな。はい、ビリビリ言ったと思うんだけど、はい、これね。ちょっとね、カメラが上だから、どこが真ん中かわからないんだけど、まあ、ここら辺だと思う。はい。こちら。めちゃめちゃね、ガムテープガラ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 貼ってあると思うんだけど、これね、何かっていうと、あるものをね、買いました。今ちょっとマイクね、遠ざかったと思うんだけど。で、ちょっとハサミもちょっと用意して、怖いんだけどね。ハサミこうやって出されたら怖いな。で、これ何買ったかっていうと、キヨを買いました。はい。ちょっと待って、語弊があるな、これは。キヨ猫を買いました。で、俺、キヨ猫持ってるんですよ。これね、ちょっと見せようか。はい。これ持ってるんですよ。こういう風にね。でもこれは、レベル5だっけな？ 4 か5か忘れたんですけど、その時に来たグッズみたいなやつなんだけど、この前にですね、レベル2にまだキヨネコがいるんですよ。もう一種類。で、それを買いました。なんで今回の開けていきたいと思います。いやー、来たね、とうとう。でね、なんでキヨネコ買ったかっていうと、私、キヨ。あ、違う。私、サクヤですね。キヨさん大好きなんで、買いました。やっていきたいと思います。いやー、ちょっとね、梱包とかもね、これしっかり、なってますね、こうやって。なんか、ディズニーのさ、母みたいな、母みたいな、ね、あれが、しっかりセーブついてて、なんか髪の毛ついてんな。じゃあね、早速ね、開けていきたいと思います。一応ね、新品らしいんだけど、どうやって開けるんだ、これ。どうやって開けるのこれ。でね、一応新品らしいんだけど、あれなのよ。前の商品だから袋がね、ちょっと汚くて、買えますか買えませんかみたいなのが来たんで、とりあえずね、あえて変えてもらいました。本当はね、汚い袋の状態でも自分で最初に開けたかったんですけど、あえてちょっと、袋を変えてもらうっていうことを、してもらいました。じゃあやっていきたいと思います。行きましょう。結構可愛いよね、この箱のサイズっていうのかな。はい、とりあえずこっから開けるか、もう。ちょっと待ってね。開けるシーンってこれ見した方がいいのかな？ごめんね、ちょっと土台動いたわ。開けるシーン。これ、ハサミいらなかった説。ハサミいらなかった説出てるな。で、これちょっと開けるか。ごめんね、後ろからで。怖っ。怖っ。痛え、これ。何これ、どうやって開けんのこれ。開け方がわかんないんだけど。あっ。開けました。なんかね、プチプチが出てきましたね。プチプチが出てきて。なんかピンク色のプチプチって珍しいね。ちょっと待って。はい、ある程度開きましたって、めちゃくちゃボロボロなんだけど。見てこれ。この開封の仕方ないよね。こんなに綺麗にしてくれたのに。はい、とりあえず開けていきましょう。もう車が通ってるのうるさいけどさ、横で。あ、プチプチがっつりだね。でもこれぬいぐるみだから、そんなプチプチしなくていいと思うんだけど。あ、こんな感じで出てきた。あ、待って。紙がついてる。ちょっと、これのけるか。はい、とりあえず、箱は大きいのして、ちょっと待って、これ何？紙って書いてあったけど、まあ、これはとりあえず置いといて、中身開けていきましょうか。すごいな、この感じ。どういう感じって言ったらいいのかな？こういう袋もあるんだね。はい、開けていきましょう。あ、でも袋入ってるわ、しっかり。おー！あ、でも、あ、なるほど。新しい袋に変えたって感じか。ちょっと待ってね。はい、来ました。とりあえずね、新品らしいんだけど、確かになんかね、新品っちゃ新品だわ。これで新品じゃなかったらやばいんだけどさ。じゃあ開けますか。はい。それで開けていきましょう。キヨのね、キヨ猫をちょっと封印解いていきましょう。じゃんと。うわ、ちょっと待って、感動する。感動する。何に？ 何に感動するのかわかんないけど。やべえな、これなんだ？これですよ、出ました。これがキヨネコじゃなくて、
こちらね。いや、来ましたね。あ、なんかね、肌触りが違う、ちょっと。なんかね、この俺が持ってた清猫と比べて、顔は同じなんだけど、質感がちょっと違う気がする。やっぱ新しいからかな。ちょっと見さして。これ、ちょっと待って、カメラワークがわかんないんだけどさ、こういう感じになってます。はい。綺麗だよね、普通に。めちゃめちゃ柔らかい。で、レベル2って書いてある。やっぱこれもレベル書いてあったかな。あ、これ書いてないね。んで、こんな感じでしたね。メイドインチャイナ。やっぱね、質感が全然違う。こっちは、すごいなんていうの、シャカシャカしてる感じ？ちょっとマットっていうのかな。こっちはめちゃめちゃふわふわしてる感じ。毛がね、しっかり、くしゃくしゃしてて、あとなんかね、張りがね、こっちの方が強くて、こっちが柔らかいんだよね。そこもなんか、こだわってんのかな？変えたとかかな、素材。はい。まあ、一応これ前の商品で、これが新しい商品ね。はい。こんな感じでね、清猫開封しました。